やるっきゃねえよな。ちょいとお尋ねしますよ、姉ちゃん。この辺で怪我人を連れた怪しい連中が通りませんでしたか？あの…鷹狩りの前に血と英気を養っていくとするか。俺のモットーなんだ。楽しく刺激的にってな。追ってです。黒犬騎士団が来ています。黒犬騎士団、罪人たちを徴用した兵団だ。ミッドランド軍でも一番荒っぽい連中さ。前の戦じゃ悪さが過ぎて辺境送りになったって聞いてたけど、こいつは噂以上に立ちが悪いぜ。敵を近づけさせるな。俺がやる。先に行け。頭、奴ら今後も同じような罠を仕掛けてるに違いねえですぜ。だから、やだやだ、死ぬの生きるのなんて言ったら人生損しちゃうよ。なんだこいつら、何人ぶった切っても少しもひるまねえ。恐怖だ、こいつら恐怖に駆り立てられていやがる。噂に高い鷹の弾、たっぷりと味わわせてもらおうか。生きのいいのがいるじゃねえか。俺にも遊ばせろ。こいつの異様な殺気、この感じはあいつと同じ。しかしなぜだ。どうしてあんなものが俺やグリフィスの前にばかり現れる。岩を落として道を塞ぐんだ。いいね、実にエキサイティング。様を楽しませておくれよ。可愛い子ちゃんなら大歓迎。貴様相手は俺だ、化け物。てめえらが何者でも
俺がこの手の蹴りをつけてやる。知ったような勝負りじゃねえか。そうか、ゾッドの牛バカが言ってたのはお前さんか。こりゃ思いもよらぬ前夜祭になりそうだな。さあ遊ぼう。よし、取りかかるぞ。つまみ食いだけのつもりだったがな。待ってらんねえ、食まで。助かった。ではまずいぞ。馬車を壊せ。引きずり下ろして首をはねろ。捨てて行け。どうしたの君たち、震えちゃって。黒犬騎士団心得。エンジョイ&エキサイティング。そういうこと、忘れちゃダメだよ。なん
敵だな。まだついてくるのか。よし、火で奴らを焼き払ってしまえ。頑張るね。おい、誰か助けろよ。これからだってのに、たく、うちの連中は飽きっぽくていけねえ。オイラが盛り上げてやるとするか。見境なしか。ガッツ、相手が悪すぎる。ここは引くべきだ。さあ、ブラッド、行ってみようか。違う、あの時とは別の。こいつは俺が勝負をつける。こいつとは、こいつらとはどうしてもケリをつけなくちゃならねえんだ。自分の剣で通用するのか。本当に俺の剣はこの怪物に通用するのか。出ろ、俺の体。前に出やがれ。
もう飽きた。殺す。我らが守護天使を、4人のゴッドハンドを。ゴッド。てめえはゾッド。ノスフェラトゥゾッド。てめえ何のつもりだ。あの方たちの命令か。いや、そんなはずねえ。望むままを行う、それが俺たち人の唯一の戒律のはずだ。そうだ、俺がここで貴様を引き裂いたとしても、それもまた俺の自由。待て、てめえに聞きたいことがある。ショックって何なんだ。この猿の化け物のことじゃねえのか。てめえの言ってた逃れられない死ってのは、こいつのことじゃねえのか。間もなくわかる。すぐに。おい、おい、冗談だよな。あのグリフィスがこれからじゃなかったのか。グリフィスが戻ってきてこれからじゃなかったのかよ。わけもわからねえうちに罪人にでっち上げられて、一年中虫けらみたいに逃げ回って、仲間も半分以上殺されて、それでもグリフィスさえ帰ってくりゃって信じた挙句がこれかよ。どうするんですか。これから俺たちどうするんですか。鷹の団が全滅したわけじゃないんだ。このままキャスカ隊長が
グリフィスあっての高野だ。それはみんな分かっているはずだろう。ここに残ってるものならなおさら。だけどそれじゃ俺たち。おい、お前ら。時間をくれないか。別動隊が合流するまでまだ間がある。それまで考えさせてくれ。お前、さっきみんなに何言おうとしたんだ。自分で挑んだ戦の蹴りぐらい自分でつけろってさ。強いな、お前。自分で挑んだ戦だから自分からやめられないこともあるだろう。そのセリフを今のグリフィスに言えるのか。みんな弱いんだ。弱いから人や夢にすがってる。すがるものをなくしてしまった人には何かしてあげられるのかな。優しい言葉をかけること、厳しい嫉妬。私は誰かにそばにいてほしかった。お前どうすんの、これから。また武者修行か。お前は居残った連中誘って盗賊でも始めるか。そうすりゃグリフィス一人くらい面倒見られるだろう。だったら俺も。お前はもう抜けた人間だろ。お前はもう自分の戦を始めちまったんだからな。今度こそはキャスカを連れて行けよ。無理やりでも何でも。出ないとあいつ。大将。勝大将。また一人でどっか行っちまうんですか。お前ら。今度は俺たちも連れて行ってください。切り込み隊全員で決めたんです。アシラ、まだまだやれますぜ。隊長さえいてくれれば傭兵だって何だって。